はい、というわけでどうも、クソネです。はい、今日はですね、予告にね、来てましたが、プラチナオーディションガチャ、レア度別提供割合変更のお知らせっていうことで、明日のフェス限ですね、明日のフェス限から、まあなんですね、フェス限は置いといて、とりあえず、なんですかね、その、これからの工場ガチャと、月末ガチャですね。そちらがですね、今までが変更前、SS レア 1.5%、S レア 10%、レア 88.5% だったところが変更になりまして、SS レア 3%、S レア 12%、レア 85% ってわけで、まあ、倍になったんですよね、SS レアの確率が。倍になりまして、それプラス、まあ、明日から来る、フェス限、シンデレラフェス。でですは今まで通り2倍っていうのがあるので、それまたプラス SS レアの出る確率が2倍なので、つまりは、明日からのフェス限は 3×2 の6倍6ってことですね。 SS レアが 6% の確率で出るってわけでね、いやーちょっとね、まあいろいろね、まあ言いたいことあるんですけども、あとですね、フェス限はちょっとまあどうなの、ちょっと別の動画撮るかもしれないんで置いといて、そのまあ排出率変更ね、提供割合なんていうか排出率かなのことで話したいことがありまして、まあその僕はどちらかというとこれに対してあまりいい印象はないかなと。まあまあそれはね、まあ確率が上がることによってまあ当たることは嬉しいです、嬉しいんですけど、まあ、なんですかね、その当たる確率が増えたことによって、みんなが当たることによって、その SS レアという、価値が減るんじゃないかなと。そしてまた結局環境が崩れてしまうんじゃないかと。グダグダになってしまうんじゃないかなと僕は思いまして。まあこのゲーム大好きなんで、ただこそちょっとそういう面で、ゲーム性でちょっと心配なのかなと思いまして。本当に僕の意見からすると、本当の個人的な、ガチガチ個人的な意見としては本当に、その、いずれね、トドキ、アイリーちゃんね、トドキンの、アイリーの、トドキンの、3週目が来たときに、まあね、やっぱり、そんなに確率上げてもらうと、してしまうと、当たっちゃうじゃないですか。早終わったらおもんなくないですか。っていうのが、まあまあまあ、僕個人としてね、動画を上げる身として、なんか面白くないな、みたいな。面白さを追求するためには確率が高すぎると早出てしまったら、せっかく一生懸命仕留めたものを使って早出たらおもんないなっていうのがありまして、どうせなら爆死した方がみんな皆さんは面白いでしょ。その方がわーってなるでしょ。おー、ドンマイみたいな感じで面白いじゃないですか。僕はもし他の方の見ててそうなったら面白いですもんそう、人の服は楽しいです。いやまあそれは置いといて、まあ、そういう展開も俺は、まあ、上げる身としては面白いなと思うので、それがちょっとね、上げすぎると、確率上げすぎるとね、ちょっと面白みがなくなるのかなと。ガチャとしての面白みもなくなりますから、そういうとこはちょっとね、僕は心配なんですよね。今後大丈夫なのか、っていうことがあって、僕はとてもこれが言いたかったです。で、何より、こんなことをするってことは、つまり、2周年で何かするのかなと。新レアリティかなと新レアリティ出すのかなと僕は思っております。その出す前にちょっと前にちょっと前に確率上げとくことでみんなに引かしてうわーってなってるところで ウルトラレア UR 追加とかさ正直なりそうじゃないですか。こんなタイミングで上げてきたってことは2周年何かありそうだと僕は思っておりますがね。まあその辺はまあ分かんないですけどね。分かんないですけど、まあね、ちょっと僕としてはね、あんまり嬉しくはなかったかなと思いますね。まあまあ、どうせ稼いだ時、ウェイやった、確率よかったってなるとは思うんですけど、まあ、それでもやっぱりね、ちょっとゲーム的に、ゲーム性がね、ちょっと崩れたら怖いなと思いましたので、あまり良い印象ではなかったなと思います。あまり叩かないで。いろいろあるでしょ。やっぱり嬉しい方もいるから、やっぱり そこまでどうなのかなと思う方もいるとは思うんですよ。わかんないですよ。わかんないですけど、
まあ、その一意見としてね、僕はね、言いたいなと思ったので、この動画を投稿しました。というわけで、何が言いたかよく、言いたかったかよくわかりませんが、まあ、とりあえずね、まあ、僕はあまりいい印象ではないっていうことでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。500人も突破しましたので、とりあえず1000人早く来たいんで、皆さんお願いいたします。テレスの動画あげます。頑張ります。サブチャンネルもあります。よかったらお願いいたします。ツイッターよろしくお願いします。というわけで、ありがとうございました。バイバイ。